マタイ伝福音書9章。イエス船に乗り、渡りて小野ヶ町に来たりたも。見よ、中部にて床に伏しおる者を人々身元に連れ来たり。イエス彼らの信仰を見て中部の者に言いたも。来よ、心安かれ、汝の罪許されたり。見よ、ある学者ら心の内に言う。この人は神を汚すなり。イエス、その思いを知りて言いたも。何故心に悪しきことを思うか。汝の罪許されたりと言うと、起きて歩めと言うと、いずれか安き。人の子、地にて罪を許す権威あることを汝らに知らせんために。ここに中部の者に言いたも、起きよ、床を取りて汝の家に帰れ。彼、起きてその家に帰る。群衆、これを見て恐れ。かかる力を人に与えたまえる神をあがめたり。イエスここにより進みて、マタイという人の主税書に座しおるを見て、我に従えと言いたまえば、立ちて従えり。家にて食事の席につき、いたもうとき。見よ、多くの主税人、罪人ら来たりて、イエス及び弟子たちと共に連なる。パリサイ人、これを見て弟子たちに言う。何故汝らの死は主税人罪人らと共に食するか。これを聞きて言いたも。健やかなる者は医者を要せず、ただ病める者これを要す。汝ら行きて学べ。我、憐れみを好みて生贄を好まずとはいかなる心ぞ。我は正しき者を招かんとにあらで、罪人を招かんとて来たれり。ここにヨハネの弟子たちに身元に来たりて言う。我らとパリサイ人は断食するに、何故汝の弟子たちは断食せぬか。イエス言いたも、花婿の友達、花婿と共におる間は、悲しむことを縁や。されど、花婿を取らるる日来たら、その時には断食せん。誰も新しき布の裂を古き衣に継ぐことはせじ、補いたる裂はその衣を破りて、ほころびさらに、甚だしかるべし。また新しきぶどう酒を古き皮袋に入れることはせじ。もししかせば袋を張り裂け、酒ほとばしり入れて、袋もまた捨てらん。新しきぶどう酒は新しき皮袋に入れ、かくて二つながら保つなり。イエスこれらのことを語りいたもうとき、見よ一人の司来たり、拝して言う。我が娘、今死にたり、されど来たりて見てをこれに置きたまわば生きん。イエス立ちて彼に伴いたまおに、弟子たちも従おう。見よ、12年、痴呆を患いたる女、イエスの後ろに来たりて、御衣の房に触る。それは、御衣にだに触らば救われんと心の内に言えるなり。イエス振り返り、女を見て言いたまおう。娘よ、心安かれ、汝の信仰、汝を救えり。女この時より救われたり、かくてイエス司の家にいたり、笛吹く者と騒ぐ群衆等を見て言いたも、退け、少女は死にたるにあらず、稲たるなり、人々イエスを嘲笑おう。群衆のいだされしの地、入りてその手を取りたまえば、少女起きたり、この聞こえあまねくその地に広まりぬ。イエスここより進みたもうとき、二人の飯叫びて、ダビデの子よ、我らを憐れみたまえ、と言いつつ従おう。イエス家にいたりたまいしに、飯ども身元に来たりたれば、これに言いたもう。我このことをなしゅうと信ずるか、彼ら言う、主よしかり。ここにイエス彼らの目に触りて言いたもう。汝らの信仰のごとく、汝らになれ。すなわち彼らの目飽きたり。イエス厳しく戒めて言いたも、慎みて誰にも知らすな。されど彼ら入れてあまねくその地にイエスのことを言い広めたり、飯どものいずる時、見よ人々悪鬼に憑かれたる雄牛を身元に連れ来たる。悪鬼追い出されて雄牛もの言いたれば、群衆を怪しみて言う。かかることは未だイスラエルのうちに現れざりき。しかるにパリサイ人と言う。彼は悪鬼の頭に乗りて悪鬼を追い出すなり、イエスあまねく町と村とを巡り、その街道にて教え、御国の福音を述べ伝え、もろもろの病、もろもろの患いを癒したも、また群衆を見て、
その飼うものなき羊のごとく悩み、かつタオルルを痛く哀れみ、ついに弟子たちに言いたも、借り入れは多く働き人は少なし、この家に借り入れの主に働き人をその借り入れ場に使いしたまんことを求めよう。